平高奈々。表彰式でうわーっとこう盛り上がってるのが嬉しかったです、はい、淡々とやってますけど、なんかいいレースとか派手なレースしたらこれは盛り上がってんじゃないのみたいな感じです、はい、本当にあのデビューしてからずっとあの迷惑ばっかりかけて、いろんなことで私はちょっと不器用なんですけど、ボートに乗ることがすごい好きで、あのレースすることも好きなので、まあ、表彰式がまたできるようになったら、大きいタイトル取ってみんなで、はい、喜びたいです。うん。